もどうも。どうもこんばんは。こんにちくわにでーす。お疲れ様です。今日もアスソツという舞台でした。あと何公演かわかんないですけれども、頑張りたいと思います。あと何公演なんだろうガチで。舞台良かったよ、ありがとう。ね、ファンの方とかも来てくれてありがとうございます。ね、明日は1公演で、明後日がライブイベントでも、明日は朝からレッスンなので、 AKB のチームメイトのコンサートのレッスンなので、明日は朝から夜まで頑張ります。早起きです。明日は行きますだって。その行きますってなんだろう、明日の舞台のことかな。でも私すごい、2月は2月トムさんの卒コン終わって、トムさんの卒コンが終わって新曲の期間に入って、ナナさんの卒コンがあって、卒業公演があって、この舞台だから、結構今年の2月からそういろいろハードで、そうで舞台終わったらもうコンサートでさ、そういろいろハードで、でも5月からの予定がマジでないから、そう多分今だけ忙しいの。5月からお話し会始まる。お、そうだ。イエーイ。みんなリミスタも待ってるね。リミスタさ、ね、リミスタってわかる？みんな。なんか CD を買ったら、なんか宛名と文章を送れて、その宛名でショールームでこうやって、あ、何々さんありがとうって言いながらサイン書くの。リミスタ忘れてただって、お、待ってるね。申し込んでたってありがとう、みんな二部とも申し込みしてありがとうね。あのね、顕著にさ、もう応募した数がね、もう分かるからさ、そう、あーって、私そう、あーってありがとうってめっちゃ思うわあれ。明日の23時59分までなんだ、リミスタの申し込み。よろちくリミスタって何の略だって、なんだろう、リミテッドスター。リミスタが25、そうなるね。リミスタが24歳、25歳、スタバ読んでた、25歳ラスト仕事ですね。それって抽選ですか？いや抽選なんだけど、私は多分上限まで応募がないから、あの必然的に当たります。はい、応募したら当たるので、ぜひよろしくお願いします。そう、25歳最後のサイン
36歳になりたくない？だって。いや、なりたくなくはない。応募してみようかな、だって待ってます。リミスター応募したよ、ありがとう。当たらないかもって言っといた方が売れる説。あ、そうなの？当たらないかも、みんなね。リミスターさ、上限超えるかもしれないから、当たらないかも、みんな。すごい、あのね、すごい、あのね、当たらないかもね。ぜひぜひお願いします。100枚ぐらい申し込めば 2,3 万円安いかん。なんかさ、昨日てか今日朝起きたら本当に体が痛すぎて、だるくて、体がだる重でびっくりしました。なんか今回の舞台さ、殺陣とかさ、ダンスとかないのに、すっごい今日の朝体がだるくてびっくりしちゃいました。でも明日はさ、めっちゃ早起きなんよ。ほんと早起きで、うん、で結構ギュッて全部予定詰まってるから。で明日舞台終わりさ、アフタートークもあるのかな、私多分アフタートークあるよね、ヤバタニエンだ。うん、配信限定にミニアフタートーク。あ、そうなんだ、配信限定なんだ。なんかね、いろいろありすぎてよくわかんないよね。なんか私の歌とかさ、なんか豪華特典映像みたいな収録されますとかって言って、え、そうなのって思って、なんか私の歌が収録されるらしい、 DVD の豪華なやつに。で、え、聞いてないって思って。でマネージャーさんに言ったら、なんか最初に送った概要に書いてあったよ、書いてありましたって。なんかそう。自分でさ、その概要を見て全部把握しないといけないのかって思って。そうで、サインもさ書くじゃん。でチェキの、チェキ用の写真も撮ったり、でまたポスターにまたサインも書くらしくて、そうめっちゃいろいろあった、うん、ポスター当たったよ、楽しみにしてます。お、え、ありがとう。そう、演技以外が大変ね。見に行きたいな、だって。お、当日券あるのでぜひ。
やっと見に行けるだって、やった。髪伸ばしてるの？だって伸ばしてはない。今度の歌番組ツインテールして、だって。いや、なんかね、最近歌番組とかね、髪型は決まってるんですよ。そう、この髪型で、明日はこの髪型でお願いしますみたいな感じのね、画像が来るの。そうだからね、あんま自分でね決めれないですね。だから髪の毛をエクステつけてるのもヘアメイクさんからの要望でエクステつけてます、書道部感。違う違う、なんか長い方が好きみたいな、ヘアメイクさんの中で髪の毛長い方が好きなの、好きみたいな、可愛いみたいになって、ヘアメイクさんがエクステつけてほしいって。そう、そう、結局好みなん、いろいろ、もうこの世界は好みで決まるんだよね、すべて。お代理の要望は出せないのだって。いや別にこれといって私はこの髪型がやりたいっていうの別にないから。それは嫌だって断ったことあるのだって。なんか元カレですの初披露じゃないかな、なんかテレビで披露するときに、なんか髪型とかやっぱ決まってたんですけど、元カレですの時も。でメイクで私なんかほくろをつけるって、ほくろを描くって書いてあったね。なんか目の下にほくろを描くって書いてあって、えって思ってマネージャーさんに、私顔にほくろを描くんですかって送ってらしいねって、テレビじゃわかんないよねってなって、そうですよねって。だってさ、顔アップで結構元カレですってさ20人選抜とかだったから、自分がすっごい顔アップで、あ、え、ほくろだって認識されるようなさ、カットとかさもらえるかもわからないし、ほくろを描いたところでほくろでなんか変わるかなのかなって思って、それはほくろを学んで、ほくろはちょっとみたいなほくろはちょっとっていうか、ほくろを書く意味はあるのかなっていうのをちょっと相談しました。うん、ヘアアクセとかはヘアメイクさんじゃなくて衣装さんが決めます。メイクはね自分でしてるよ。ミュージックビデオの時とかはやってもらうけど、基本音楽番組とか普通にいつも自分でメイクしてる。
すぐ1年やんだって。365、4日後って何日だ。10、11、12、13、13ってこと。13か、舞台かな。13って、何かしてもらえるかなだって。いやいや、スタジオとかないです。背景が変わるね。あ、そっか、そうだな。じゃあ今日はこれで配信終わろうかな。ちょっと短い時間でしたけれども、皆さん配信見てくれてありがとうございました。明日は舞台です。当日券あります。ぜひ待ってます。ということで、じゃあ最後におランキング読みたいと思います。いきます。13位ジャンアット群馬ニアおだし、12位筋肉愛好家、11位慎吾、10位日野と、9位ワイエスナーさんアット明日も元気いっぱいように、8位 KLOO、 7位秋元太郎、6位直樹、5位翔太アット代理しかかたん、4位ソニーアットおだし、3位くるりん、2位みやちゃん、そして1位はまあアットおだし、ありがとう。ということで、皆さん配信見てくれてありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ、ありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。